さん、こんにちは。花子です。最近気がついたんですが、私の動画を見てくれたりプレミアムメンバーになってくれたりする方の多くがアメリカに住んでいる日本人の方なんですね。それで日本に帰ったら証券会社の口座を維持できるのかというような質問を受けることがあるので、今日はその説明をしたいと思います。アメリカに住んだことがない方からもアメリカの口座を開くことはできるのかという質問をいただくことがあるので、その説明もしたいと思います。私は2018年に日本に帰ってきましたが、アメリカの銀行の口座もアメリカの証券会社の口座も維持しています。銀行口座はバンクオブアメリカで、証券口座はフィデリティです。日本の口座も開いたんですが、日本の銀行口座はゆうちょで、証券会社は楽天証券です。まずは悲しいお知らせですが、アメリカに住んだことのない方はアメリカの銀行の口座も証券口座も作るのは難しいです。永住権を持っている方はアメリカ市民と結婚した方、永住権の当選に当たった方などだと思いますが、そういう方はソーシャルセキュリティナンバーをもらうことができます。駐在員として家族を連れてアメリカで働く方もいらっしゃると思いますが、そういう場合もソーシャルセキュリティナンバーはもらえます。私は学生ビザについては詳しくないんですが、聞いたところによると、学生ビザではソーシャルセキュリティナンバーもらうのは難しいそうです。インターンシップなどをして J1 ビザというのをもらえると、ソーシャルセキュリティナンバーもらえる可能性はあるらしいです。それで銀行口座なんですが、学生ビザでも銀行口座は開けることができるようです。そして銀行だったら、学生ビザで銀行口座を開けた方も日本に帰っても銀行の口座は維持できるようです。しかし問題は証券口座です。私はアメリカ市民になったので、日本では在留カードを持つ外国人の扱いです。私は外国人扱いなので、在留カードも漢字をなくしてしまい、カタカナ表記なんです。悲しい。そんな私でもアメリカの証券口座を維持するのは難しいなと思いました。まずはこれを見てください。証券口座のフィデリティのウェブサイトに書いてあることです。質問。アメリカ国外に住んでいるフィデリティの顧客はフィデリティのすべてのサービスを利用できることができますか？答え。いいえ、私たちの商品サービスはアメリカ国外の顧客には限定的です。下に書いてある質問に限定的なサービスについて書かれていますが、人それぞれの事情によって異なっています。この電話番号に電話をして確認してください。質問。私はアメリカ移住者でもなく、フィデリティの既存の口座もありません。フィデリティからのサービスを受けることができますか？答え。残念ながら米国外に移住の新しい顧客には口座の開設はいたしておりません。質問。最近米国外に引っ越しました。こういう場合はどうなりますか？答え。どちらにお引っ越しであろうと次のようになります。フィデリティは米国外にお住まいのお客様には資産管理をしておりません。もし米国外にお引っ越しされたら、資産管理サービスは終了となります。そして投資信託は清算されます。私たちカスタマーサービスは補佐的なものです。これらの資産配分、収入計画、ポートフォリオ構成などのトピックについて議論することはできません。ということで、実はアメリカ人でも米国外に引っ越しをすると証券口座の維持は難しくなります。銀行の口座は日本に帰っても維持はできますが、証券口座の場合は先ほどの電話番号に電話をして相談しなければいけません。おそらく税金の申告漏れなどの恐れもあるので、証券口座もそういう決まりにしているんだと思います。私は特に電話もせずに口座の維持ができていますが、結構大変です。まずアメリカに住んでいることが条件なので、アメリカの住所が必要です。これはサンフランシスコで大学生をしている娘のアパートの住所にしています。他に大変なことといえば、アメリカの電話番号の維持です。大きなお金を動かすときやパスワード変更などのときに、アメリカの電話番号でテキストが来るので、アメリカの電話番号を持っていないといけません。私はアメリカでは T モバイルを使っていたんですが、 T モバイルは外国でもテキストメッセージと Wi-Fi が無料だったので、そのまま一人で使い続けたらいくらになるか聞いたところ、家族割引でない一人の場合は1ヶ月70ドルということだったので、ちょっとそれは高いなと思いました。テキストしか使わないのにもったいないなと思っていたところ、このサービスを見つけました。
私は日本に帰ってきて iPhone が2つあるんですが、1つの iPhone は au と契約して日本で使っているんですが、もう1つの iPhone はこの話せるという会社を通じて9ドル99セントのプランに入ってテキストメッセージをファイナンス用に使っています。アメリカに行くときはプランを変えてインターネットが使えるようにしています。申し込みをするとすぐに SIM カードが送られてくるので、それを入れればすぐ使えます。ただ9ドル99セントプランだとテキストは使いたい放題ですが、電話をかけたりネットにつなげるとお金が加算されるので気をつけましょう。家の Wi-Fi につなげている場合にはもちろんお金は加算されません。話は戻りますが、アメリカの銀行の口座の維持は日本に帰ってきても簡単ですが、証券口座は難しいです。投資の引き落としの時の税金管理が難しいからじゃないかと思います。高校生でもわかる米国株チャンネルなので基本的なことを言いますが、投資をしているだけでは税金はかかりません。日本でもアメリカでも引き落としをした時に儲けが出ていたらその分の税金を払わなければいけません。もちろん株で損をしていたら払わなくていいですけどね。私の場合はアメリカで起業したので、現在オンラインビジネスでいただいている収入はアメリカに税金を払っています。証券会社もアメリカのフィデリティで、引き落としはバンクオブアメリカ経由でしています。そうすると住所は両方ともアメリカにしなければ証券口座の引き落としができません。ということで、サンフランシスコで大学生をしている娘のアパートに銀行のクレジットカードも届きます。それを転送してもらっています。私の場合は税金もアメリカに払っているので、多分フィデリティに相談したら日本に住所を移しても大丈夫だと思うんですが、また日本から電話するのも大変なので娘のアパートでいいかという感じです。逆に楽天証券を使ってしまうと日本にも税金を払わないといけなくなるので、口座は開けたものの楽天証券は使っていません。アメリカに税金を払っているので、コロナの給付金1200ドルを口座に直接送りますというトランプさんから私が住んでいる埼玉県に手紙が来ました。アメリカは税金を払っている人だと銀行口座もすぐに分かるので、払っている人だけに給付金を支給しているようです。だから手続きは何もいりません。税金の申告は日本の住所にしていて、フィデリティの口座も申告もしましたが、税金の住所は日本でも問題ないみたいです。ということで、私は日本に住んでいますが、収入はアメリカドルでペーパルで受け取って、それをバンクオブアメリカにオンラインで送って、そしてそれを iPhone のスイカの入金にしたり、バンクオブアメリカのデビットカードで引き落としをしたりしています。日本に住んでいながらお金の動きは全部オンラインでアメリカです。昔はできなかったことですね。そしていつも話している個別株はアイラの口座のものです。投資信託は会社で投資していた 401k です。アイラは日本でいうイデコやニーサです。税金対策にもなります。 401k はだいたい正社員で働いている人しかできない投資ですが、アイラは非正社員でも投資ができます。私は 401k に投資しつつ、アイラにも毎年6000ドル投資していました。アイラはほとんどの人が年に6000ドルまでしか入れられません。トラディショナルアイラとロスアイラというのがあって、税金対策をするならトラディショナルアイラの方がいいということを聞きます。基本的にロスアイラは積み立てるときに所得税を払い、引き出すときは無税、所得に数えられないで OK であるのに対し、トラディショナルアイラは積み立てるときには無税、所得控除により所得税を減らす、引き出すときには所得税を払うというものです。一生懸命働いて貯めたリタイアメントの資金をリタイアした後に使うという典型的なケースであれば、積み立てた時は勤労所得がそれなりにあるわけで所得税率は相対的に高く、リタイアした時は所得がそれなりに低下し所得税率は相対的に低くなるというのが普通でしょう。この場合、他の条件が一定であればトラディショナルアイラに積み立てる時点で節約できる税金の方がロスアイラで引き出すときに節約できる税金より多くなります。つまりトラディショナルアイラに積み立てた方が有利です。余談ですが、会社の給料から引かれて投資をする 401k はその働いている会社によって証券会社が違います。アメリカは転職をして給料が上がる国ですから、私も転職は3回しました。クビじゃないですよ。それで日本に帰ってから3つの証券会社の残高を統合しようと思ったら結構面倒でした。
働いていた会社に連絡したり、証券会社に電話をしたりしなければいけませんでした。アメリカでは転職する人も多いので、証券会社を何個も持っている人もいますが、あれは結構会社を辞めた後にすぐに統合した方がいいですね。フィデリティは融通が利く会社でしたが、401k を入れていたプルーデンシャルとか、T ロープライスなどは手続きが面倒で、結構融通が利かない感じでした。そのあたりは日本に帰る前に整理しておいた方がいいですね。ということで、アメリカに住んでいる日本人の方が結構動画を見ていただいているので、そういう内容の動画になりました。日本にもフィデリティがありますが、アメリカの投資商品をたくさん扱ってるんですかね。フィデリティの日本の口座を持っている方がいたら教えてください。それでは、さようなら。What would you give to a young investor today? Well, you've got to understand accounting. That's got to be like a language to you. And so, you have to know what you're reading. I mean, and unless you know that language, and some people have more aptitude for that than others. And that's one thing I learned by myself. Now, I took courses in it afterwards, for example, but I learned it myself in it largely. You have to do that, and you have to have the attitude that you're buying part of a business, and not that you're buying something that wiggles around on a chart or that has resistance zones or 200-day moving averages or that you buy puts or calls on or anything like that. You're buying part of a business. And if you buy intelligently into a business, you're going to make money. And then you have to buy something that, in my view, which you do if you're buying a business, that you're not going to get a quote on for 5 years, that they're going to close the stock exchange tomorrow for 5 years, and that you'll be happy owning it as a business. If you owned Coca-Cola, it didn't really make any difference in 1920. When it went public, the important thing was what it was doing with customers. And you probably would have been better off if there wasn't any market in it for 30 or 40 years, because then you wouldn't have gotten tempted to sell it. And you'd just watch the business, and you'd watch it grow, and you'd feel happy. So the proper attitude toward investing is much more important than any technical skills. 皆さんはどう思いましたか？そこで、決算書から勉強したい人に、日本語で学ぶアメリカの会計オンラインクラスに入りませんか？もう始まっているのですが、録画を見ることができますから追いついてください。今はちょうど日本の簿記3級終わったかぐらいの勉強しています。これがもうちょっと進んだらアメリカの決算書が読めるレベルの勉強になっていきます。実はアメリカの決算書も日本の決算書もほぼ同じです。ビジネスをしている人は決算書を読めるべきだと私は思います。日本の決算書を読めるようになりたい人も英語も一緒に勉強しませんか？詳しいことは下のリンクをクリックしてください。それでは、さようなら。